どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、手筋講座ということで一問やっていきたいと思います。さあこの真ん中にいるシロさんね、非常になんかね強いぞなんていう感じでね、雰囲気醸し出しているわけですけども、ただうまくやればこんなシロでもですね、攻めの対象に持っていけるということで、まあどんな手段があるかなということで考えていただけたらと思います。さあ考えていただいている間にね、一つお知らせがあるんですけども、3月3日夜7時から明日ですね、ライブ配信をね行っていくわけですけども、なんとプロ棋士の大橋博文先生がこの横浜イカサロンチャンネルにお越しいただきます。まあ、KB リーグということで今ライブ配信の方してますけども、その KB リーグの明日解説がなんと贅沢に大橋先生に出ていただけるということになりましたので、ちょっとね緊急ではあるんですけども、皆さんね、お時間ある方ぜひ楽しみにご覧いただけたらと思います。ここまでやはりね韓国勢に押されてはいますけども、ここでまあ明日の相手もものすごい相手なんですけども、ぜひね、皆さんと一緒にこの勝利の感動をね共有できたらと思っておりますんで、応援の方よろしくお願いいたします。はい、それでは答えの方見てまいりましょう。さあこの白にどうでしょう、手段が見つかりましたでしょうか。まあもちろん今回はね、手筋講座ということでこの白に対して根拠を取っていく攻めっていうのをね、見ていただきたいわけですけども、もちろん実戦においてはですね、これ部分的にやってもいろんなね打ち方があるから意味ないよなんて思う方もいらっしゃるんですけど、ただねやっぱ部分的にいろんな選択肢が増えることでその全局にマッチした手をね選べるということになりますから、今回は根拠を取る手筋ということで、こちらの打ち込みが正解ということになります。いやこれね、やっぱ知らないとここまで入れないですからね。もちろん上から打つ手が必ずしも悪い手になるかっていうのはこれ局面次第なんで、もしかしたら中央が大きい方だったらこれもいい手なんです。ただ今回根拠を取るためにこちらに打って、でつけられてなんか封鎖されてしまうんですけども、ここでじっくりと下がるのがうまいですね。こう打つことで右と左の渡りを見合いにしてしまうわけです。例えばこちらを下がってくればこのように打ってですね、そこを白地かなと思ったのが見事にこれで黒地に変わったわけですね。でこれ全体を攻めながら、またもちろん他で得をしていこうよという打ち方になるわけですね。はい、もちろんここでこっち側に下がれば今度は右に渡って、やはりこれも根拠を取ることができて黒の成功ということになるわけです。はい、ということで、まあ、真ん中なんでね、急所かなと思うと思うんですけど、ただその後の下がりがちょっとね気がつきにくいところなんで、ぜひそちらをね、知っておいていただけると非常にいいのかなという感じがしますね。ここでぶつかってしまうとですね、まあ、下がられてこれ意外と難しいんですね。こんな風になりまして、当てたりしてもですね、これこのように来られて、まあ一目取れるんですけど、こんな風に来られると意外とこれね難しいんですよ。これ、当たりになってしまう格好ですから、うっかりこれ出ちゃうと当たり当たりでね、結構この形はまあそもそも主張が悪いとこれで困ってしまいますし、はい、その他まあかけるような手もあったりとかで、ちょっとあまり黒が面白くない展開なわけですね。はい、なので、まあ、ぶつかるよりもやはりここはねこうじっと下がってるのがこれちょっと気がつきにくい筋かなと思います。はい、あとまあここにね考えた方もいらっしゃると思うんですけど、まあこの手もねなかなか筋ですが、ただ意外とこれはですねつけられて、まあその後渡るんですけども、まあ、さっきの図に比べるとですね、白にこう割り込まれると意外とここでね、まあ繋がないといけない形で当てられると結構白の眼形も厚いんですよね。はい、なので、まあ、先ほどの図に比べると黒字もペシャンコというところで、この図はちょっと失敗ということになりますね。はい、ということでこちらに打ち込んでから下がる、こちらの手が見えましたかという一問でしたね。はい、ということで、まあ冒頭にお話しした通りね、結構実戦では難しい、上から攻める手とかね下から攻める手いろいろあるんですけど、自分のこの武器を増やしてですね、で全局に合った形をねマッチした手を選んでいけるようになれば、これはもう完璧ということになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ今回はちょっと早いですけどね、この辺りにしていきたいと思います。はい、ということで、じゃあね、明日も夜7時からライブ配信よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日いろいろなね、動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。